はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。ついに来ましたね、天国の王。このモンスターね、待ち望んでいたデュエリストの方多いんじゃないでしょうか。これがね、なかなかに強力な効果をしておりまして、まあ、いろんなねデッキに結構入ってると思うんですけども、今ねどういう効果を持っているかっていうと、1番と2番ありまして、1番目、自分のマニフェスにこのカードを相手に見せつけると、相手の終了時までセットされたカードが効果では破壊されない。まあ、例えば、まあ、魔法トラップカードですよね。セットしておいて、で、それを、こいつを相手に見せつけると、もうそのセットカードは効果では破壊されないわけですよ。だから、例えば、ハーピーの羽暴起であるとか、まあ、ライトニングストームである、とか、アクセスコールトーカーであるとか、まあ、そういうね、カードたちから、もう完全に守ることができる。このカードを相手に見せつけるだけで。これがめっちゃ強い。で、2番目の効果は、セットされている魔法トラップカードが発動すると、こいつを特殊召喚しながらデッキからカードをセットできる。だからこの効果を使うと、例えば、デッキからセットし、普通にしにくいカードですね。リミット1のカードである、例えば、天帝とか、あと、王宮の直面とか、あと、バニティスペースとかでもいいんですけど、ああいうカードをデッキからセットすることができると。ただし、1番か2番の効果は、どっちかしか使えないから、1番か2番をどっちか選んで、一旦に一度ね、発動していってねっていう感じになってます。で、これ何が相性がいいかっていう、このカードが。何のデッキと相性がいいかと。まあ、いろいろあるんですけども、まあ、セットカードを守れれば強いデッキって、やっぱりですね、怖くなると思うんですよね。個人的には。一回その怖くなデッキご紹介したと思うんですけども、あのデッキに天国の王を入れたっていうデッキになってまして、で、これ、怖くなデッキ何が強いかっていうと、天国の王をサーチできるんですよ。これ岩石族なんですね、これ。天国の王さん。なので、レベル4が2体並びやすい、この、コアグマデッキにおいて、この、見かけ獅子っていうモンスターをただぶち込むだけで、こいつで天国の王をサーチして、なんと、狡猾な落とし穴を天国で守るっていう、めちゃくちゃ強い戦術が取れるんですよ。これが素晴らしい。本当に。まぁ、ちょっと、枠の都合でね、フュージョンデスティニーとか、デストロイフェニックスガイとかが、入れられなかったんですけども、やっぱね、なんだろう、この狡猾な落とし穴を天国の王で守ってるだけで勝てる試合が結構ある。やっぱりね、これね、1枚で2枚破壊するっていうね、このカードはね、めっちゃ強い。しかも先行でセットしても強いし、後攻からのまくりにも使えるんで、やっぱね、この落とし穴は最強ですね。ええ、まあちょっと早速ね、対戦動画をご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。来い天国の王、お前にかかってる全てはよし、来た。怖くもいる。あとは通常トラップを引くだけやな。まあ、これはじゃあ3枚かな。金剣発動、金剣効果。これでもトラップカード引けないとマジ弱いぞこれトラップカードないとマジ弱いぞ。大丈夫か、なんか地獄のように弱いが。これは非常に厳しい。これは厳しい。狡猾な落とし穴かなんか来ないと厳しい。うーわ、マジかー。まあ、でも天帝は強いか。天帝強いのか、本当に天帝強いのか。これはパラレルエクシードの方が強いわ。でだな、ほんでだな、これでジーナ召喚だな。ジーナ召喚、そしてジーナ一体でリンク召喚。なんかあるね、なんかあるぞ。何かがある。なんだ、増殖する G はやめてくれ。増殖する G だけはほんまにやめてくれ。さあ、スラナ小悪魔をリンク召喚。そしてパラレルエクシードの効果発動。パラレルエクシードの効果、おお、なんか通るわ。字じゃねえじゃん、なんだあのカード。パラレルエクシードの効果発動。パラレルエクシードの効果によって、デッキよりパラレルエクシードを特殊召喚するが、なんかあるんだよな。なんだこの、ここで打ってこないって。何これ、無限法要かなんか、なんかエフェクトベーラーみたいな。あ、無限法要か。あー、そういうことする、そういうことする。まあセラの小悪魔でなんか通常トラップ発動してくれたからワンチャンある、これ通常トラップ発動してくれたからワンチャンある。さあ、トリオンの小悪魔の効果。おっと、相手通常トラップ発動したらこれプリミじゃねえか。なんかすげえ動けるぞこれ。狡猾な落とし穴をセットしていく。強い、これは強い。狡猾な落とし穴をセット。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。ここはまあ一回アロメロスじゃねえ、間違えた、フレシアの方。なんか見た目よくわかんねえな俺。こっち、はい、2体のモンスターでエクシーズ召喚。
フレシアの小悪魔を召喚していくぞ。いい足してんなお前ら。よし、そしてさあ見ろこの最強モンスター見ろ。さあ最強モンスターだ今天国の王を相手に公開している状態ですね。この天国の王は相手に見せつけることによって、フェード上のセットされたカード全て効果で破壊されなくなるっていう効果なんですよ。まあ、相手のねセットカードとかもあの破壊されなくなっちゃうんですけど、パンクラトップス来たー。まあしょうがないわな、パンクラトップスもしょうがないわな。まあ一旦殴ってから考えるスタイル。あ、おっと効果使っていただける。あー、なるほどね。まず先に破壊してから展開したいってことなんかな。まあこれはちょっと何も使えないので、これ一回なんかもうスルースしてざるを得ないですよね。でまあ出てきたモンスターをまあ狡猾で処すといったところ、まあ、これ狡猾は絶対に破壊されないんで、ハーピの羽毛とかライトニングストームとかいろいろありますけども、あのツインツイスターとかそういうカードでは一切破壊されることはありません。あ、竜装権限、なるほど。まあこれはまあうららしますよね、もう当たり前に。竜装権限はうららして、で持ってこさせないようにしないとマジでやばい。源流族シンクロモンスターがいっぱい並んじゃうのでやばいと。で竜装権限は無効になっていく。でアシュナ効果発動、特殊召喚する効果に遅延し増殖する G も発動。さあ割と僕の反動は強かったですね。さあこれで、ドローしながらアドバンテージを稼ぎながら狡猾な落とし穴もぶち込むことができると。さあアシュナ特殊召喚、あ、いいよ全然いいよ。どうする、あの小僧出すか、小僧寿司、小僧寿司出すか。おい来た小僧来たね。アシュナは除外ステルトランカー転移出せんだな、デッキから。あー、オッケー、まあ、そこもいい。そろそろなんじゃねえか。あと手札2枚か。手札2枚、そんな言うてそんな強いことあるって感じですけどね、手札2枚は。あー、まあちょっとあの並ぶまで待ちましょう。もう1体チューナーが出てくる可能性も全然ある。こ7-1でシンクロみたいなね、8で。さあ2体でリンク流線に来た。で流線にはまあいいか、流線には墓地から蘇生な、それはいいわ。流線にの墓地から蘇生もいい。で手札 2枚、何その手札2枚が何かによる。もうそれの蘇生も別にそんなには困んない。 OK で、まあ、リンクモンスター蘇生するのもいいわ。狡猾な落とし穴まだここじゃない。喧騒もいい。でこれ多分バウンスも入るのかな。あー、フルルトリスも来た。 OK バウンスしてくる。まあバウンスもそんなにだね。でここで何をバウンスしてくる。狡猾か、狡猾か、狡猾だな多分な。バウンスは効くぞ。だよな、まあ打つしかねえな。狡猾な落とし穴を発動。狡猾な落とし穴の効果によってフィールドのモンスター2体を選択し、この2体を破壊していく。さあくたばりやがれ、この構造どもだ。さああと手札は2枚ですよ。どうしますか。さあセラーの効果も発動しますよ。通常トラップカードが発動したため、あ、これ天国2枚いるからこれ1匹出してもいい。これどっちが公開してる方わかんねえんだけど、これどっちが公開してる方、どっちもいいか。で、特殊召喚してかっけ。でカードをセットしていく。もちろんだよ。これで直命もセットだけど強すぎたなこれ。まあ小悪魔だし落とし穴にしますか。奈落かな感じしてきます。まあ、多分これ直命とかなんかクソ強いトラップカードを入れたらセットできるのやばいね。でティオを出せば統括を回収することができる。ティオの効果発動、特殊召喚に成功した場合自分の墓地に狡猾な落とし穴をもう一度セットし直すことができるぜ。これで狡猾を一生使い回すスタイル。そしてセラの小悪魔の効果によってさらに小悪魔モンスターの効果が発動したため、通常トラップカードを1枚デッキからセットすることができる。これによって墓穴ホールで相手の手札一発または墓地の効果をケアしていく。完璧だ、なんて強いんだ。あと天国の王の打点高えな結構。さあエンドフェーズだってよ、相手もう何もやらないってよ。おい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 、甘えてんじゃねえかその展開は。おい天帝も来たぞ、おい強すぎだな。これどうやったらいいんだ。まあ、あとはライフ削るだけか。まあ、とりあえず全員攻撃表示か。はいはい、いやこれもう殴れば勝ちかこれもはや。ちょっと足んねえな、これで足りるな、こうだな。
5、6、7、これで足りてるね、さすがに。でウォッチのトリオンを特殊召喚して、でトリオン効果でさらにセーラーの効果も発動しちゃって何枚カード増やすんだよこいつ。おかしいだろ、頭いかれてんじゃねえかこれ。まあ狡猾落としたらセットしといて、はい、でさすがに殴ってかしか、あ一応天国の本の効果でセットカード守っといて、おいやばすぎる、こんなこと起きる、何枚カードあんの、やばすぎたんだけど。小悪魔デッキ環境取ったのでは、ティアワン説ある、これ天国の王の実装によって。あとなんかこの天国の王さんの打点3000めっちゃ高くていいね。いけ天国でダイレクトだっけ、ドワー、やべえこの狡猾死守戦術、さては強いな。いやー割と強そうなハンドではありますけどねこれね。理想ハンドといってももはやいいかもしれないな。トリオン召喚し、あーこれあれあれだな、先に、あ大丈夫だった、先に大丈夫やった、なんか先にですねこれシェードブリガンラインをねセットしといた方が、増殖する字を打たれた時に遅延してシェードブリガンライン発動できるので、ケアできるから、一応増殖する字の枚数を、だから本当はねセットしてからの方がいいんですけど、あんま関係なかったわ、でも何持ってねえ。でシェードブリガンライン発動、シェードブリガンラインで、特殊召喚する、で通常トラップ発動したからセラの小悪魔の効果と、さセラの小悪魔の効果によってトリオンを特殊召喚していく、でトリオンが特殊召喚に成功した場合の効果はこう強制なんで発動する、で小悪魔の効果発動したのでセラの小悪魔の効果と、通常トラップカードをデッキからセットすることができるので、ここで狡猾もすでに持ってきてるから、墓穴掘るかなんかでいいか、まあ墓穴いいな、で2体でエクシーズで、これ天国の王をねがないんですよ、天国の王がないんで天国の王を持ってきますこれが最強のムーブね。小悪魔はね天国の王をサーチしやすいんで、まずはオーバーレイユニットを1つ使い、見かけ獅子の効果、これによってキングをサーチさせてもらうぜ、ふん、そして効果キングの効果によってセットカードはこれで効果で破壊されることはない、そしてドラグマの聖女エクレシアちゃんの効果、エクレシアちゃんを特殊召喚、そしてエクレシアちゃんの効果によって何らかのドラグマカードを1枚を手札に加えることができる、この効果の発動後ターン終了時までエクストラデッキからモンスターを自分は特殊召喚することができない、クソ強えクッソ強えクッソ強え、これフルレドリスでの無効もありますし、モンスター効果の天国の方で効果打開されませんし、全然いいですよ、全然いいです、召喚魔術とかも全然許しましょう。狡猾がケアできるんですかといったところ、相手はさあ召喚しアレイスターからの芝刈り、やべえ、止めるカードはね芝刈りに関しては、うわめちゃくちゃ落ちた、ウィッチクラフターだ、なるほどウィッチクラフターか、 OK、 さあウィッチクラフトの効果発動していく、ジェニーの効果に、あジェニーじゃねえよこれ、なんだっけ、ピットルか、ピットル効果ワンドローワンスでは許容、言うてねモンスター効果を無効にするみたいな、効果は基本的には、ボケソウルが一応ありますけど、ボケソウル使っちゃうと狡猾な落とし穴の、条件が、満たせなくなっちゃうんで、これね狡猾な落とし穴っていう落とし穴のその発動条件が本当に強烈なんですよ、その墓地にトラップカードがあっちゃいけないっていう条件なんで、これ非常に難しくて、だからまず先に狡猾を打ってから動いた方がいいんですよね、基本的には、基本的にはね。さあシュミッタとピットレで、リカ召喚されていて、でさらに墓地にいっぱい打ち方が落ちているが、ただ言うてですね、割と相手展開するのにはモンスターを前に出さないといけないんで、その狡猾な落とし穴は結構きついと思うんですけどね、一回ちょっと増殖する G だけ言ってきますか。さあ増殖する G の効果で名推理でこれレベルいくつになる、なればいいんですか、わかりませんね、一体全体何を宣言したらいいかわかんねえのこれ、呼んだら4と見た違ったやべえ一番強いの来た、一番強いの出てきちゃったよ
まずいな、ハイネちゃん。ハイネちゃん、ちょっと困るな。ハイネちゃんは困るな。ハイネちゃんはですね、あの魔法カードを示してると、相手の表側のカードを破壊するっていう効果があるんで、これ非常に困りますね。これはやばいことが起きるか。さあ、ジェンに行こうか。ジェニーのここで自分を除外するとウィッチクラフト魔法カードの効果をコピーすることができる。ドレーピングをコピーして、マジックトラップを戻すやつね、これね。あ、オッケー。狡猾はどっちでしょう。そっちじゃないんだよね。そっちじゃないんだよね。残念でした。アレイスター、オッケー。さあ、アレイスター効果、召喚魔術をサーチする効果を、これどっちがいいかな。ドレスで無効にするのありだね。ちょっとうららはなんか汎用性高そうだから、ちょっとうらら残しとこう。で、ドレスちゃん効果で特殊召喚に成功した場合に、相手のフィールドの、モンスターの効果を無効にする効果を持っている。はい。で、ドレスちゃん効果でフィールドのカードの効果を無効にしていく。アレイスターでサーチする効果は無効になっていく。 OK。 さあ、あとは一応あれか、ハイネの無効効果があるな。あ、左腕の代償はもちろんハルドラ。これあれ芝刈りをね、絶対持ってくる系カードですよね。さあ、これによって相手はもうマジックカードがねえから、ハイネちゃんの効果で表側のカードを破壊することさえできねえんじゃねえか。さあ、ポトリーで、おっと、ゴーレムを回収するってか。狡猾な落とし穴の効果発動。あれ、なんであれ、あ、ハイネの効果これ。あー、そういうね、ハイネさんの効果あったな。そういえばなんか対象に取れなくなるみたいな、めんどくさ。じゃあこれ一応セラーするしかないのか。これでセラー対象に取られてるけど、セラーは効果って破壊されないで、ハイネぶっ殺された、で、ポトリーでゴーレムが回収される。あれは魔法使い族が対象に取られるか、攻撃、対象にならないとなんか発動しない、何も。で、持ってくるのはティオの小悪魔で、ティオの小悪魔で狡猾セットだな。ティオを特殊。さあ、ティオが特殊化に成功した場合の効果発動、自分の墓地の落とし穴カードをセットし直すことができる。もう一度味わうんだな、この地獄を。そしてステラの小悪魔の効果、小悪魔モンスターが効果を発動したため、デッキより通常トラップカードを1枚セットすることができる。まあこれは正直何でもいいけど、まあ、何が刺さるかって言ったら、まあ奈落が一番刺さりそう。よし、来た。これで相手はもう何もできない。ゴーレムしかねえ、テグダは。そして今ウィッチクラフトモンスターがいねえから、ウィッチクラフト魔法も返ってこねえ。完全に制圧した。この見てくれ、この盤面のカードの数の差を。何てめえ、よくもセラちゃんを、よくもやってくれたな、てめえ。絶対に許さねえ。俺のターン。ストロー。エクレシア。なるほど。いらねえ。なるほど、いらん。どうすればいいんですか。あとはなんか雑にだから処理すればいいんですね。相手の盤面を。余裕ですよ、そんなもの。狡猾な落とし穴を発動して、まずアレイスターと、ティオの小悪魔を対象にとって、破壊していきたいよの効果、ゴーレム効果発動したら、手札で効果を発動したな、てめえの。モンスターの効果。はい、ボケソウル。はい、2000番。はい、2000番。バリ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 。バゴーン。そして、狡猾な効果で、うぃー。強い。なんて強いんだ、これ。これ出そう。天国の王の効果。セットカードが発動すると、こいつを特殊化できる。ドン。強え。なんて強いんだ、バカみたいに強え。これ天国の王持ってこれるのか、もう一枚。神ゲーだ、神ゲー起きてるわ。なんて強いんだこれ、やばすぎ。あ、強すぎ、強すぎ問題発生中。バトルフェイスか、これ普通に足りてるよな、6000しかないもん。大体バトルフェイス、はい。エクレシアで誰と、ねえ、フルートレス効果、はい、おいおいおい、行け、キングパンチ、ドン、うん、ドッキリ大成功、てってれー。あー、天国は来てる、オッケー、天国は来てる。ランカもいる、ランカか、
ランカー、まあでもランカー出すしかないね。ランカー出して TO を持ってくる感じかな。ランカーで、ランカー効果で、まあ死んだ時のためにはモンスターを増やした方がいいので TO を持ってくる。でまあ1体でリンクするしかない。これ奈落を死守するっていうなんか意味わからん動きになっちゃうけど、まあしょうがないよね。通常トラップ自分のターンですぐね、あの発動できるのってほんとシェードボリガンラインとかそのぐらいだと思うので、まあ一回天国の王の効果発動して、はい、お前に見せつけていくぞこのモンスターを。そして最強のカードをセットしてターン終了だ。さあかかってこい。この奈落の落とし穴は今効果で破壊されることはね一切な。つまりお前は絶対に奈落に引っかかるっていうことさ。残念だったな。ヌメロンでなんだこの流れるような、なんだこの流れるようなムーブ。おいお前局所的ありき。さてはてめえリンクスミンだな。さてはてめえデュエルリンクスミンやな。さてはおいお前雑だろこれ。雑すぎないかこいつ。クルルトリス俺を守れ。肉壁を特殊召喚、これ耐えたんじゃねえか。え、これ2体いたらいけんじゃなかったっけ。リミッター解除ー、やめてくださーい。局所的ハリケーンって